オレ,ンンオレゴンカントリー、オレゴンカントリー、オレゴンカントリー、または単に、オレゴン、オレゴン州とは異なるは、北緯42度の北、北緯54度40分の南、そしてロッキー山脈の西から太平洋までの土地からなる、アメリカ西部の地域を指した言葉。この地域は、現在のカナダのブリティッシュ・コロンビア州の一部、合衆国のオレゴン州、ワシントン州、 アイダホ州の全域とモンタナ州、ワイオミング州の一部をからなった。この地域は大まかには太平洋岸北西部の広い定義に対応する。合衆国政府の地域の領有の主張から1846年のオレゴン条約までオレゴンカントリーという言葉は特定の地域を指すのに使用されたのだが今日この意味で用いられることは非常に稀である。 この地域の大半を指すイギリスの名称は、で、トンプソン川の北は、北緯54度40分を超えてかなり北まで伸びた、ハドソン湾海社の、の一部であった。アレグザンダー・マッケンジーは、メキシコの北の陸路で、北米を横断した、最初のヨーロッパ人で、1793年に、太平洋岸のベリャクーラに到着した。 1804年から1806年、ルイス・クラーク探検隊のメディウェザー・ルイスとウィリアム・クラークは合衆国の領地の視察でこの地を探検した。イギリスのケガ会社で働いていたはオレゴンカントリーの大半を探検した。1811年、彼はコロンビア川全域を旅した最初のヨーロッパ人となった。オレゴンという言葉の由来は明確ではない。一説には フランス人探検家が、コロンビア川オーラガン、嵐の川と呼び、それがおそらく、オレゴンの由来になった。その他の可能性としては、フランス語とスペイン語の単語が元になっている。この地域はそれらの国によって探検されたためことが示唆されているが、正式な名前の由来は分かっていない。ジョージ・アール・スチュワートは1944年に、アメリカンスピーチの記事で、 18世紀初期に出版されたフランス製の地図で彫刻家が間違えたことに由来すると唱えた。その説ではは、と綴られ、それが2行にわたって分けられて、下の行にが送られ、そして西に流れる川がという名前のように見えた。この説は2、最も最もらしい説明として指示された。オレゴンカントリーはもともとアメリカ合衆国、イギリス、フランス、 ロシア、スペインが領有を主張した。合衆国は1792年ののコロンビア側の発見とイコールクラークの探検に基づいてバディした。イギリスは自国のコロンビア側の探検に基づき主張した。スペインの主張は彼らが18世紀後半に太平洋岸を探検していた事実に基づいた。ロシアの主張はアラスカからオレゴンにまで広がっていた。 入植地に基づいた。フランスとスペインは、両国の西部の18世紀の北位42度線沿いの領土の主張を分割していた。7年戦争の終結でのフランスの敗北で、フランスの主張は事実上終了した。スペインは、後の1790年のと、合衆国に北位42度以北の領地のすべての主張の放棄を規定した1819年の、 アダムズイコールオス条約で、その主張を少しずつ諦めた。ロシアは1824年の合衆国との条約と1825年のイギリスとのそれぞれの条約で主張を諦めた。その間に、合衆国とイギリスは1818 18年のアングロイコールアメリカン会議で、北緯49度に沿って、西のロッキー山脈までの領地の両国の境界を延長することを協議した。 両国はロッキー山脈の西から太平洋までの土地を共同の占有をすることで合意した。1840年代初め、一部のオレゴン住民が3名の行政機関と一人の最高行政官で臨時の共和国を創設したことを主張した。オレゴンの政治家のある派閥が独立した国家としてオレゴンの政治的な発展を続けることを望んだのだが、 合衆国の加入への圧力は1848年までには広く行き渡っていた。ルイスイコール・クラークの探検の後、ジェディリア・スミスヤのような現在はマウンテンマンとして知られる毛皮商人たちはロッキー山脈でビーバーの川を探していた。これらの罠漁師たちはインディアンの習慣を身につけて彼らの多くはインディアン女性と結婚した。彼らは カリフォルニアとオレゴンへ行くのに、インディアンの賛同を用いた。イギリスのケガ会社のノースウェスト会社とハドソンズ、米会社は北からアタバスカ峠を経由して、オレゴンカントリーに進出した。同じ頃、ジョン・ジェイコブ・アスターが、パシフィックケガワ会社を創設し、1811年オレゴンカントリーの、現オレゴン州アストリアにケガ交易所を建設して、 アメリカとイギリスの毛皮交易の競合の時代がこの地域で始まった。米英戦争後、ハドソンズ米会社が太平洋岸北西部の毛皮交易を制した。1813年、コロンビア側にイギリス軍艦が到着すると、アストリアの住民は彼らのイギリスのライバル会社にパシフィック毛川会社の全部を売ることによって、できる限り財産を持ち出そうと借り立てられた。 イギリス支配の下、アストリアは、法と上ジに解明された。1824年にこの地域の首領、または、首長派閥に任命されたジョン・マクローリは、地域の本部をバンクーバートリデに移動し、そこは1846年のオレゴン条約まで、太平洋岸北西部の実質的な政治の中心地となった。1820年代、アメリカ人は、 ロッキー山脈を越えてこの土地に移住し始め、1840年代にはオレゴントレールを使って大規模な移住が始まった。合衆国東部の教会はオレゴンカントリーの噂を耳にし始め、一部の教会はインディアンを回収させるために宣教師を派遣することに決めた。ニューヨーク出身のメソジスト教会の牧師ジェイソン・リーは、これらオレゴン宣教師の最初の人物であった。 彼は、ウィラメットバレーに、インディアンのための伝道学校を建設した。1843年、ウィラメットバレーの入植者たちは、シャンプーに、暫定政府を設立し、1845年に、ハドソンズウェイ会社のジョン・マクラフリンに、個人的に、しかし公式ではなく承認された。合衆国の政治的な圧力は、オレゴンカントリー全域の占有へと借り立てた。 アメリカ南部の拡張論者たちはテキサス併合を望み、一方で北東部の拡張論者たちはオレゴンカントリー全体の併合を望んだ。テキサスが奴隷制支持となり、オレゴンが奴隷制反対となることは十分起こり得ることであり、相対的に力関係が並行して、アメリカの拡張が進むことが要であるとみなされた。 1844年の合衆国大統領選挙で民主党は両地域への拡張を主張した。しかし、ジェームズ・ポーク大統領は選出された後にオレゴンカントリーの合衆国への併合の北の境界として北49度線を支持した。それはポークのテキサス拡張には妥協しない姿勢とオレゴン境界紛争には比較的沈黙する姿勢を表しており、それが オレゴンカントリーの北の境界と主張されていた54度40分、さもなくば戦え。ーフォーテ or fight という文句につながったが、このフレーズは、しばしば誤って、多クの選挙戦スローガンと言われている。このスローガンの目的は、オレゴンカントリーを併合する努力を支援するために、合衆国南部の拡張支持者を急護することであり。 彼らの一部は奴隷制に賛成のために奴隷制と反奴隷制の州と土の均衡を崩す目的でテキサス併合のみを望んだ大衆のマニフェストデスティニーという通念に訴えていた。一方でイギリス政府はコロンビア側以北のすべての領土の支配を目論んだ。二国は最終的に1846年のオレゴン条約で平和的な合意に達し、 バンクーバー島全域はイギリスの支配下のまま北四十九度線に沿ってジョージア海峡までのラインで領土を分けた。この境界は現在もブリティッシュコロンビア州と近接するワシントン、アイダホ、モンタナの各州を隔てている。1848年、オレゴンカントリーの合衆国部分はオレゴン準州として正式に編入された。1849年、 バンクーバー島はイギリス領植民地となり、1858年には本土部分がブリティッシュ・コロンビア民地として組織化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。